さあ、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数曜上岸上かなてうわちみさえみさて昼夜新月の8日旧暦うちなんくいめ昼夜3月の8日にあったとおり、中から新国ここにやびたん雨降って100国を潤おすんりの意味やるぶといびしが、な、くりからまた網のふいるひいの多くなやい、穀物の芽を出させるのに良い時期、ち、種まき、種まち深海最適ということで、な、時期さったる、じち、いらとびんや、国、東中琉球新報の記事から、うちなんニュースを指定されら、中のニュースを、ハブに注意、でのニュースやいびんゆでなびら。気温の上昇でハブの活動が活発化する季節を前に、県は5月1日から6月30日ハブ交渉注意報を発令します。気温ティーダの日フィーの日のたった繰りから上がってちゃい、ハブの受注始めるの実施地名な地、県や、群馬地の地たちから6月の30日まで、ハブ交渉注意報、ハブに友人するフリージャサビン。県衛生役務課は、ハブの隠れ家となる草むらの草刈り、餌となるネズミの駆除などを、生育、生息しにくい環境を作ること。田畑や山や草地に立ち入るとき、また夜に道を歩くときに注意するなどの対策を呼びかけています。県衛生役務課や、ハブの隠れがハブのすくむる草の実の草刈りとか、またハブの餌、もんだにとなゆる、園中、売り取り抜きて裏になち、ハブの締めぐり去るようにするとか、田畑とか山も、また草の民かいる場所、またゆる道あっちゅる土地に友人するようにち指かきといびん。ハブ交渉被害は、去年1年間に49件発生しました。このハブにうたったる芸や、九十の一年間、一人、うとうて、九十の一人や、49件、アイビータン。冬眠しないため、一年を通して発生していますが、農作業や行楽などで、野外に出る機会が増える、5月から6月と、9月から11月に、被害が増える傾向にあります。このハブを冬眠しないため、冬しぐまい、深海くまらんために、一人中ハブの芸の掃除といびいしが、この春わじゃとか、行楽の山んけ、足びがんち、自身の多くないろうの、群わちから6わちと、群わちから11わちにかけて、このハブの芸の多くなといびい。県の担当者は12年の92件と比べると半減しているが、ハブが猛毒を有することに変わりはないと指摘し、この10年亡くなった人はいないが後遺症に悩む人は多いと注意を呼びかけました。県の担当者、県の値や2012年の92件と比べいね、半分の回、ひなといびしが、ハブを中さるどこも調子ねえ、かわいやねえ、いびらん、こと、一、くぬじゅうにん、マーチャル町、ういびらんしが、後遺症、のうたらあとまたいるんなやめぬんじて、うりに苦しいどおるちの、おさいびん、んち、友人、指かきといびん。ハブを見かけた場合は、1.5 メートル以上離れ、市町村に連絡するか、
緊急時は110番通報するよう呼びかけています。このハブ宮地サルバスを1メートル50センチ 1.5 メートル以上離れやに市町村から知らすか、また緊急時浮かさる危なさる場所を110番にけ知らするよう呼びかけといびん。また噛まれた場合は自分で動かずに119番に通報するか、一緒にいる人に車でハブ高毒素を常備する29箇所の医療機関に運んでもらうよう呼びかけています。また、ハブに、ハブン会を立てる場所を、ドゥークロ受験用意、119番に会知らせるか、アンアランで、マジューンウルチュの車さんに、ハブ高毒素、チニヒグルから打ち得る29ところの医療機関、病院に相談していかれるよう、呼びかけといびん。昼夜ハブに注意を、でのニュース。じゃる、15日に琉球新報の記事から落ちてサビタン。また、あちゃー、ユシリアビラ、ニヘーデービル。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は、植地和夫さんでした。